リニーハローパラレール、リニーパラレールのリンドです。今日はシェフィーのね、温浴でございます。でね、よく見てもらうと分かるんです。ごめんね、失礼するよ。ここから色違うでしょ。この上がね、脱皮まだで、下がまだ脱皮、あ、下が脱皮した後の色なのね。で、脱皮の皮が残ってるからちょっと黒いんだよね、これもね。ちょっとそこをね、取ってあげようかなと。あと、痒そうにしてたんだよね、ちょっとね、あの背中を。で、背中気になった背中の方に首グッてやってるんだけど、届かないから、ちょっと脱皮のお手伝いをしようかなというところです。で、この子たち、サバンナモニターは、あのレオパみたく、一本脱ぎ、レオパは一本脱ぎはしないんだけど、自分でね、脱皮皮をこう剥いで食べてみたいなこともしないで、自然とね、ちょっとずつ脱皮するのを待つタイプで、で、温浴とか、あと水ね、あの水浴びとかをして少しずつこう剥がすって感じなんだけど、この子今回なんか水浴びしててもちょっと脱皮皮が残っちゃってて、そこをね、取ってあげようかなって。よいしょ、あ、やっちゃった。お尻びちゃびちゃ。まあいいか。よいしょ。で、歯ブラシとかでね、ちょっとゴシゴシしてあげながら脱皮皮を取ってあげましょう。気持ちよさそうね。嫌がる気配は全くなし。あれだな、私も一緒にお風呂入ればいいパターンだな。お尻びちゃびちゃなんだけど、もうついちゃった。一緒に風呂入った方がいいな。ある程度までやって、どうした？どうした？どこ行く？もうおとなしくしてられないみたい。なんか一緒にお風呂入った方がいいな。よいしょ。どうした？急に活発になった。どうしてそんな急に活発になった。しかも怒ってるわけでもなくて、なんか興味出たのかい、いろんなところを歩くことに。なんか急に興味のスイッチが湧いたのかな。どこ行っても兄さん浴槽よ。この浴槽はどこまで行っても、どこまで見ても浴槽は浴槽よ。ああ、お尻びっちゃびちゃ。もうお尻というかパンツまでびっちゃびちゃ、これ。もうこれお風呂入ろう。私も。取れる部分とまだ全然取れない部分とかあるね。この辺は取れ始めてるけど。でかくなったね、あんた、ほんとに。あ、この子のね、あの身体測定はしたので、身体測定の動画が近いうち上がると思います。ダメだ、もうお風呂、私も入るわ。ちょっと一緒にお風呂入ろうか。一緒にお風呂入りながらそれ撮ろうか。私お風呂入る準備するね。ちょっとお尻びっちゃびちゃだし、パンツびっちゃびちゃだし、着替え用意してるわ。
はい、ということでシェフィーとね、シェフィーととかシェフィーの音浴だったんですけど、ね、急遽お風呂入ることにします。続きの動画はありません。私仙台にあるし、はいって感じです。またね、近いうちシェフィーがね、こうやって音浴したりとか脱皮のこの壁の部分とかがね良くなるかどうかをちょっと見ていきたいなと思います。ほんとあとプリップリに育ってるね。はい、ではちょっとお風呂入る準備します。ということで、よろしければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと各種 SNS、TikTok、Instagram、Twitter とかやってますので、よかったらそちらもどうぞ。そして、今までたくさん動画上がってますので、よかったらそちらを見ていただけますと幸いです。ということで、次回の動画でまたお会いいたしましょう。以上、リントとよいしょシェフィーでした。ベタナレちゃん、はい、ということでした。バイバイ。あ、ちょっと降りて、絡みつかないで。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。